普通に構えて。いいですか。ポッと見てよ。今ずっと見えてるね。これずっと見えてるね。こうすると相手が見えなくなる。でもこれ肩の中にちゃんとあります。これ声優中の方ね。だから声優中の方を 肩の形でこの通り動くと。だからこれも同じです。これくらいって今の形で今度崩さないことだと意識的に崩さない。ここまでで止まってポンと行ったら、ね、あ肩の表の向かいになるわけですね。この部分がありますけど、この部分とっても大切なのは月がこう来る。でこう来る、こう来た時にこれその、はい、これはっきりと受けられないです。これでだからこれ受けてね、これしかないんですよね。実は言うとこう受けるんですよね、はい、でそのままこっち取ってこれで肩通りポンと、はい、だから受けはこっちからあります。はい、ポンとその真ん中に入ります。でこういう一つのテクニックも全部それにつながっていけないといけないし、だからこの時でも掴まれた時でもで相手を崩していく時は絶対速い呼吸は使わない。ゆっくりしたスッと呼吸法で吸って、今息を吸いますよね。だからだからかこれがいわゆる後の瞬間的な誘導から君への呼吸の移り変わり。だからこれがこの最後のって言った呼吸が全部君への呼吸につながっていきます。そして